それではジャスティンパレス鮫島和馬直樹にお話を伺っていきます。おはようございます。おはようございます、ジャスティンパレスの最終追い切りが終わりました、はい、まず今日のシーウッドでの調教の指示、それからどのような内容だったのか教えてください。前に一頭置いて、それを追いかける形で最後は内からこう合わせに行って、まあ、余力残しで手応えを確かめながらゴールっていう内容でした。どんな雰囲気、感触でしたか？はい、先週も、水曜日、金曜日と乗せていただいてるんですけど、その時よりも、動きちょっとすがるくなってるように感じましたし、もう仕上がりに関しては、抜群にいいかなと思います。先週と今週では、内容といいましょうか、この負荷のかけ方というのは若干変わったんですか？そうですね、まあ、今週は今朝は馬なりでゴール、先週はしっかり追ってゴール、そこが違ったかなと思います。徐々にこう蒸し暑い時期になってきていますけれども、はい、この馬の気配というのはいかがでしょうか？非常に落ち着いてますし、雰囲気はすごくいいですね。はい、鮫島ジョッキーがずっと中立の練習もされてきたと思うんですが、そのあたりはどうでしょう、はい、課題？そうですね、まあ、昨年やっぱり9月にこう手綱初めて任せてもらってから、まあ、結構つきっきりでゲートもね練習行ってたんですけど、やっぱ最初の頃よりはゲートの中立なんかも良くなってますけど、まあそこはやっぱりこう油断してはならないところで気にはしています。徐々に改善というのはしている感じではありますか？はい、今お話にもありましたけれども、ずっとこうつきっきりで調教をつけてこられました、はい、レースに乗れない時もそうだったと思うんですが、そのあたりの思いについて聞かせてください。そうですね、はい、先ほども言ったんですけど、やっぱゲートの難しさがもともとあった馬ですし、まあ、先生ともそこを改善していければレースでもいい走りができるんじゃないかっていうことだったので、まあ自分競馬乗る乗らない関係なしに、まあ、そこは先生とちょっとこううまくコミュニケーション取って、この馬自身が良くなっていけばということで乗せてもらってました。菊花賞以来の手綱と実戦ではなるわけですけれども、はい、こう再びこう G1 で乗れる、はい、ということについてはいかがですか？そうですね、はい、ジャスティンパレス、まあ、当然こう昨年、まあ、G1 でもいい走りしてましたけど、今年は天皇賞春で G1 ホースになって、またこう手綱任せてもらえるってことはもう非常に嬉しいですし、本当に感謝してます。また今回はグランプリでファン投票としても上位に入りました、はい、そのあたりについていかがでしょうか？そうですね、自分のキャリアの中でもこんだけのこうファン投票で票数を得る馬に、G1 で乗れるってことは初めてのことなので非常に光栄です。こう宝塚記念に関してはカデナで、はい、鮫島さん騎乗経験が終わりだと思いますが、やはりこの夏のグランプリというのは一味違うものですか？そうですね、まあ気持ちの変化は特にこう馬の上に行けば常に冷静に乗ればいいだけの話なので、特にこう感情の変化はそんなにはないですけど、やっぱり特別なレースだと思うので、そこはしっかり意識したいですね。先ほどちょっとお話戻りますけれども、菊花賞以来の手綱ということで、はい、去年は神戸新聞杯と菊花賞で、手綱を取られていると思うんですが、その時と比べて今というのはどのような変化がありますか？まあその当時と比べてやっぱ馬体重も、約20キロほどパワーアップしてますし、まあ、それに伴ってやっぱりこう走りのバランスだったり、また瞬発力、全てにおいてレベルが上がってきてると思います。この体が大きくなっているところがそのままパワーに直結している印象でしょうか？はい、はい、そして今回は宝塚記念ということで、相手関係もかなり強力になりますが、そのあたりどうご覧になってますでしょうか？はい、まあ、世界ランク1位の馬もいますけど、当然それ以外にもかなり豪華なメンバーですし、その中で G1 ホースのジャスティンパレスに乗れるってことは非常に楽しみですね。今お話にもありました、まあ、世界ランクの1位のデビラは同期の馬がいるわけですけれども、はい、今のこのジャスティンパレスの充実ぶりをもってすればというところは
期待というのはどうでしょう。まあ競馬に絶対はないですし、まあ、当然やってみないとわからないと思ってるので、はい、まあそれ以外にもしっかりライバル関係、見極めて、集中して乗りたいですね。今回宝塚記念が、2200メートルという距離で、神戸新聞杯も確か、ね、2200で全く同じ距離で、で鮫島さん、神戸新聞杯と菊花賞、まあ、2200と長いところも乗られていますけれども、どうでしょう、2200での走りについてはジャスティン・パレス。まあ、神戸新聞杯2200、まあ、中京競馬場でしたけど、同じ距離で勝ってるっていうのは乗る方としても非常にイメージはいいですね。はい、菊花賞の時と比べて、例えばこう、そうですね、2200ちょっと短い距離の方が弾けるとか、そういった走りに違いってありますか。まあペースもこう相手関係も違ったりするので、まあ、当然こう長い距離でね、今年2戦強い競馬してますけど、まあ、去年の神戸新聞杯も非常に強い競馬でしたし、まあ、それだけやっぱちょっと距離の融通が効く、2200でも3000メートル以上でも、いい走りができるっていうこの馬のレースセンスの良さ、レースセンスの良さで距離は全然融通が効くという感じですかね。ありがとうございます。それからまあこれはちょっとどうにもならないところもあるんですけれども、週末にかけての お天気、はい、今のところ、まあ、今日明日がちょっと悪くて、金土日は晴れそうな感じはします。ただまあ何が起こるかわからない天気ですから、はい、道丸、それから龍馬場、どっちがいいでしょう。まあどちらでも問題ないと思います。条件はみんな一緒なので、まあ当然こう前走の天皇賞あるも、パンパの龍馬場でもないですし、まあかといって昨年の、秋の2戦はすごいいい馬場でしたんで、まあどちらでも走れてるので特に問題はないかなと思います。わかりました。それともう一つ、枠ですね、こう例えば先入れの方がいい、後入れの方がいいとか、内がいい外がいい、いろいろあると思いますが、鮫島さんの感触からしたらいかがでしょうか。まあ、ゲットに関しては、まあ、キスグスは練習しているのでどちらでも問題ないですし、まあ、内か外かもこう他の馬の並びでだいぶこう変わってくるところなので、まあ、水曜日の現時点ではどこがいいとかはないですね。わかりました。鮫島さん自身もこの春は桜花賞であと一歩のところで G1 というところまで来ていますが、はい、そのあたりに対して G1 についてどうでしょう。そうですね、もちろん勝ちたい気持ちは強いですけど、まあ、馬にとっては関係のないことで、個人的な感情を持って、馬の上に乗るっていうよりは、馬の上に行ったら冷静に、いつも通り、騎乗するだけかなと思ってます。分かりました。当日ジャスティン・パレスの良さを最大限に引き出すためにどのような騎乗をされますか。はい、もう本当に、まあ、できることはやってきたつもりですし、まあ、週末まで無事にレースに行ければなと思いますし、本当に人馬一体で頑張りたいです。そして今回はファン投票5位ということで、多くのファンの皆さんが応援してくださっています。意気込みを最後に教えてください。はい、もう本当にたくさんの、ファン投票の票数いただいて、そんな馬で G1 に挑めるの非常に光栄で、嬉しいことですし、ファンの皆様、関係者の皆様に、素晴らしいレースをお見せできるように人馬一体で頑張りたいです。はい、期待しております。はい、